韓国が 2018FIFA ワールドカップロシア初め戦でペナルティーキックによるゴールを許し敗北を期した。韓国は18日ロシアのニズニノブゴロドで行われたスウェーデンとの大会 F 組組別予選第1戦で後半20分 PK での失点によって01で敗れ黒星スタートとなった。 これにより韓国は1敗を記録、ドイツと共に合同3位。スウェーデンは一勝でメキシコと合同1位となっている。